本も初のジャン王に向けて熱い気持ちを SNS でも語っていました。ドラはチーピン、もう渋川の手がいいですね。いいね。浅井はマンズで三と一、うん、ドラ受けがありました。中林はソーズで三と一です。これは本一か。本一決めましたね、3ピンから。うん。親の松本がちょっと苦戦しそうな形ですね。渋川はドラにくっついて両面できた、嬉しい。さあちょっと波乱の展開になっております。第19回戦、浅井包囲もかなり敷きやすい状況にはなってますが、うん、他さんにはライバルなんですよね。そうそう、包囲網っていうかもうすでにラス、うん、ちょっと大きいラスになってくれてるんで、シンプルなトップ取りですね、うん、他3人は。あと俺がトップなんだっていう横並びの状況ですか、はい、1枚しかない挑戦権を誰が取るか。はい、ということは簡単に言うと、もう2人は絶望の最終戦が待ってるということなんですね。ここで、はい、ここでちょっと今年はさようならということになってしまう、はいはい、運命の19回戦。皆さんね、本当に自分の応援してる人を心から応援してください、うんうん、ここでトップを取れないと今年のジャン王への道は閉ざされます。そうね、まあ、一応今日これダブル役もあるっていう話をしだすとね、まあ、もちろんそうですよ、まあ、200とか離れててもゼロじゃないけど、うん、現実的にはね、見たことあります？ダブル役マン ね、うん、まあ、奇跡の役マンっていうとね、あの、うん、ジャン・リュイのリュイソ、うん、竹中選手のリュイソありましたけれども、はい、うん、ダブル役マンは私実況した限りでは見てないですね、うん、さあ中林がチュンポンして急走もあんこになってかなりいい手になってきました。発想もポンだ、ポイントといいといいシャンテン。これはペイが一枚切れ、うんうん、でペイ離したんですね。あ、やっぱり超高打点見るなら今の一枚切れペイとかもね、狙い目で役本一問いとハネマンっていうコース見たいところなんですけど、はい、いやそれよりもやっぱり5200もしっかり取りに行こうっていう打牌ですよね。感します。一応感知層の受けもできました。感知層だな、感します。うん、すごい1回大きいもんね。なるほど、リンシャンのツモ1回が重要、うん、ただ自分の形がすごい受け入れ狭い手なんで、うん、そのまま切った、そう、さっきペイ切った思考はやっぱ5人をしっかり上がろうっていう、ちょっとローリスクローリターンの方を少し選んでるんで、うん、トラさんだ、うん、無理な感はしませんでしたね、はい、でもあれなんで感しなかったんだろうっていうふうには皆さん思いませんか。ちょっと形悪いのかなって見えますね。明らかな本一の捨て牌の人がパスを勘せずは、普通天牌両面天牌とかだと勘しそうなんでね、そうですよね。ローソーポン出た、ローソーポン出た。さあこれはチュン本一トイトイの8000点天牌白短期です。うわー、白全山じゃん、3枚いる。そして松本天牌チートイツだ。どうしよう、これ両層が相当怖い。どうしよう、両層打ちづらいです。短期にしましたね。あれ、でも中林は両層持ってないですよね。両層山さんじゃないですか。うわ、3人転売山さんからのドラさんの渋川がやってきた。単葉ドラさんのリーチは数値マンです。とんでもないよこれ、とんでもない。次のチケット取りたい3人のめくり合い、ちょっと数値マン何枚いるんですかこれ。数値マンいっぱいいる、いっぱいいるね。もう6枚6枚いる6枚いる6枚いる。3対3対6、短期も全山、そう、みんな芸術点が高すぎる。うわー、スチーマンこれ上がりだすぎる。ハーグだー、中林が捉えたチュン本一トイトイ8000点。これは中林の技術が光ったんじゃないですか、うん、いや中林がうまかったね。渋川もドランコタンヨーリャン面切られた、もうこれは激痛。はい、マージャンすりやろチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。マージャンに関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄にマージャンプロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。リーチ。